皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、ユーロトラックシミュレーターのラバちゃんのおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。本日ご紹介いたすのはこちらでございます。実際の交通規制に従って走行してください。はい、こちらのナビ音声、本当に車で使われているパイオニアとかの音声が入れられるんですよ。で、こちらのカーナビのね、日本語音声の入れ方を皆さんにご紹介していきたいと思います。ではでは早速。はい、それでは今モッドマネージャーの方に行きました。私が使っていますのはこちらのジャパニーズボイスナビゲーション、こちらの方なんですけども、 1.43 まで自動更新ですね。で、こちらの方が確かですね、確かパイオニアだったと思うんですよね。こちら今詳細画面なんですけども、こちらの方入れると先ほどのカーナビ何個かあるんですよね。ソニーさんとかいろいろね、パナソニックさんとかいろいろ分かれてるんですけども、そちらの方何個かあるんで、まあ選んで決めていただければなと思います。で、こちらの入れ方のチュートリアルしていきます。こちらもワークショップなんで、ワークショップ開きます。はい、ワークショップ開きましたら、こちらの方にジャパンと、ジャパニーズって言った方がいいかな。こちら開きましたらジャパニーズと打ってください。で、そうしますといろいろジャパニーズライセンスプレートとかいっぱい日本に関したものが出てくるんですけども、こちらですね、日本語音声ナビとかありますんで、こちらでもいいかもしれませんね。あー、いいですね。こちらも結構選べるんですね。あ、すごい選べる先ほど私が今使ってたやつよりもこっちの方がいいかもしれません。これ私もサブスクリプションしてるんで、多分他のね、プロジェクトジャパンさんとかのやつで使ってるかもしれない。ユピテルとかも入ってるね。こちら選んでもいいと思います。何個か選んでもいいと思います。本当にこれですね、私使ってたの。 1.43 も適用されてるんで、これまあ一番人気でございますね。で、いろんな方のやつがあるんですよ。声優さんのやつとかがあるので、こちらもう本当にいろいろありますね。ここまで俺しっかり見たことないけど東北キタリンとかもありますね。これ本当にいろいろあるんで、音声ナビで互換性とかはほとんど大丈夫だと思います。バグったことありませんので、こちらの方ね、皆さんちょっと選んで入れていただければなと思います。まあ気になったものね、ちょっとサブスクリプションしていただいてもいいのではないでしょうか。なんかちょっと面白そうなの何個かご紹介していきましょうか。これ気になりますね東北キリタン、多分これキリタンポのやつでしょうね。これね、四葉さん、こちらの方も入れてみましょう。 OK、 じゃあこれ入れましたら、いつものようにゲームに戻るをクリックします。はい、戻ってきましたね。あ、残念、四葉さんちょっと対応してなかったわ。あ、キリタン入ってましたね。そうしましたら、こうやって選んでいただいて入れます。さっきのも入ってると思うんで。で、そうしましたら変更確認ですね。はい、変更確認しました。そうしましたら、ゲーム内でもいいんですけども、オプションで確認できます。で、オプションですね、オプションのこちらの方のオーディオですね、こちらのオーディオをクリックします。そうしまして、下の方に行きますと音声ナビゲーション、こちらの方ありますね。で、こっから選べます。僕さ、私ですね、私入れてたのがジャパニーズナビゲーションね。で、いろいろある中で下の方に行くと、 ありましたね、キリタン。キリタン入れてプレビューを押すと音声聞こえますんで、実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。あー、かわいい。目的地周辺です。あー、いいね。終了します。これ何回か押すとルートを再計算します。いろいろと聞けるんで、このプレビューで。ああ、いいですね。かわいいね。マリコさんとかっていうのが多分これ元々のやつなんですよ。速度制限に注意してください。これが元々入ってるやつ。左車線です。ね。右車線です。まあ元々入ってんのとやっぱ違いますよね。はい、来ましたね。こちらアイシーン、懐かしい。これがいっぱい入ってたやつ。ああ、ありますね。右方向です。左方向出口です。なんか懐かしい。あ、Google もありますね。右方向出口です。あー、ある、よく聞きますね。ソニーさんありますね。楽ナビ、まもなくロータリーです。楽ナビ出口です。楽ナビの音ですね。あー、こっちはパイオニアですね。ま
もなくロータリーです。2番目の出口です。懐かしい。ああ、パナソニックゴリラもありますね。いいなこれ。まもなくロータリーです。3番目の出口です。ああ、ゴリラだ。ユピテルはちょっと使ったことないんであれですけど、懐かしいね。こちら結構いいかもしれませんね。パイオニア、パナソニック、ソニー全部入ってる。まああと本当に先ほどのねキリタもそうですけども、こちらの方とか結構いいですよね。はい、では戻ってきましたよ。こちらで戻ってきまして、まあエンジンを入れますとね、実際の交通規制に従って走行してください。はい、このようにナビが喋るようになるということになります。まあ本当に入れ方簡単ですので、まあちょっとねヨーロッパだったら英語とかそういうのを使うっていう方もいらっしゃると思いますけども、普段使い慣れたナビの音声聞きながら運転するっていうのも結構風情があっていいのではないでしょうか。まあ本当に簡単なんで、いろんな種類ありますから、そちらの方もね皆さんいろいろ試して自分にね合うモッドを選んでいただくか、まあもしくはね好きなモッドを長く使うっていうのでもありだと思いますんで、そちらの方ね、ぜひぜひ参考にしてやってみてください。引き続きね、ラボちゃんまたおすすめモッドをご紹介していきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいてください。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。